ソユーズ U 打ち上げロケットは、世界初の大陸間弾道ミサイル R-7、セミオール化を原型とする R-7、ロケットシリーズの一つ。TSSKB 設計局で開発され、ロシアのサマーラのプログレスの工場で生産されていた。ソユーズ U の最初の打ち上げは1973年5月18日に行われ、ゼニット衛星を コスモス559号として軌道へ投入した。ソユーズ U は初期のソユーズの派生型やボスホとトロケットを置き換えた。それまでは有人用と無人用に別々の型のロケットを用意していたが、ソユーズ U の登場によりその必要がなくなった。末期にはロシア連邦宇宙局によって国際宇宙ステーションへのプログレス補給船の打ち上げに年間数機が使用されていた。 プログレス補給船以外の衛星の上げに使われたソユーズ U ロケットは2014年4月16日のイージプティサット -2 の打ち上げが最後となった。ソユーズ U ロケットは2015年には退役してソユーズ -2.1A に置き換えられる予定であったが2015年に生産が終了された後製造済み分が打ち上げられることになった。 2017年2月22日5時58分33秒のバイコヌール宇宙基地ガガーリン発射台からのプログレス MS-05 の打ち上げが最終飛行となり43年786回成功率97.3%の打ち上げ記録を残して幕を引いた。ソユーズ U、イカールは派生型の一つで二段式の基本型の上に TSSKB プログレスが生産するイカールを追加し三段式としたものである。イカールはソユーズ U の積載量を増やし、高度 250km から 1400km の軌道に750から 3920kg の貨物を運べる。同様の派生型としてソユーズ U フレガートがある。こちらはイカールの代わりに日向きにあるラボーチキンが生産する。 フレガートを三段目に使用する。フレガートの性能は、イカールよりも高いが、イカールの方が、小回りが効いて、長期間自律的に運用できる。ソユーズ U を別の方向に発展させたものとして、ソユーズ U2 ロケットがある。基本的には、ソユーズ U と同じだが、一段目の燃料として、通常のケロシンの代わりにより高いエネルギーの、合成ケロシンであるシントンを使用し、 性能を向上させている。1996年にシントンの生産が終了して間もなく、この派生型は運用を終了した。ソユーズ U は完全に新しい一段目を使用したソユーズ FG ロケットの開発の原型となった。なお、ソユーズ U とソユーズ FG は将来ソユーズ -2 によって置き換えられる予定である。 ソユーズ U の初の有人飛行は1974年12月2日のアポロソユーズテスト計画の準備としてのソユーズ16号の打ち上げだった。スプの一環としてアポロ宇宙船にドッキングしたソユーズ19号も同様にソユーズ U によって打ち上げられた。1976年7月6日にソユーズ21号は2名の乗員をサルート5号宇宙ステーションに運んだ。 その後の多くの宇宙ステーションの乗員がソユーズ U によって打ち上げられた。ソユーズ U を使用した最後の有人任務は国際宇宙ステーションへのソユーズ TM-34 の乗員輸送飛行だった。以降の有人飛行には改良型のソユーズ FG が使用されるようになった。ありがとうございます。